はいどうも、山さんです。ということで、今回やっていくのはシェープ系ヘッダー、まあ、いわゆる 2D 系ヘッダーってやつですねの作り方をやっていきたいと思います。で、今回、まあ、ほぼ素材は使わないんですけど、3つほど素材を使いますので、その素材を概要欄の方に、貼ってます。なので、先にね、そちらの素材を概要欄の方から、取ってきてもらえたらなと思います。ってことでね、やっていきたいと思います。じゃあヘッダーは 3000×1000 なので 3000×1000 のサイズでやっていきたいと思います。で、僕の場合いつもね、背景を真っ黒に塗りつぶしてます。で、まずシェイプ系ヘッダーを作るときに意識してほしいことを最初にまあちょっと喋るんですけど、まあこういう風にね作るんですけど、シェイプ系ヘッダーっていうのは2D ってやばかね。2D 系っていうのは、まあ僕がよく見る、初心者向けのヘッダーっていうのが大体まあこう左右対称というか、右下と左上が、対称して、反転して、右下が完成したら左上に反転しておくだけでいいっていう、ヘッダーなんですけど、これ作るときによくあるミスが、最初ラインを書くんですけど、こうやって線をね、線がちょっとね、短い方結構いるんですよね。で、これ線描く時の意識としては、こう二分割した時に必ずここにこうね、線がね、こうはみ出るように、右上から左下にかけて線をなぞるっていうのを意識してみてください。ある程度この真ん中の軸っていうのを考えて、軸より絶対左に飛び出るようにしてみてください。なので、2D 系ヘッダー作る時の、目安としては、まあある程度この斜めのね、この線があると思ってください。ここにこうバッテンがあると思って、これに沿ってこのように、ラインを引くっていうのを意識してみてください。じゃあそれをね、踏まえた上でやっていきたいと思います。まず新規レイヤー作ったら、まあさっき踏まえたところを意識しながら、こうちょっとミスですね、今のは。なんか今こうちょっと汚くなってるじゃないですか、ラインが。これ良くないですね。なるべくね、綺麗にシュッと引くようにしてください。ちょっとここもね、今汚いですね。これも良くないので、もう一回やり直します。思いのほかうまい感じにできません。下から上にやりたいと思います。あ、悪くないですね。こういうラインを作りたいと思います。そしたらちょっとね、形が悪いなと思ったら、こういう風に自分で整えてください。はい、そしたらこいつ複製してあげて、まずね、曲線を1個作ります。はい、こんな感じですね。はい、いい感じです。はい、こんな風に曲線ができたら決定をしてあげてください。そしたらこの2のレイヤーですね、必ずこれ1のレイヤーじゃなくて2のレイヤーに合わせてください。こちらですね、下のレイヤーに合わせて塗りつぶし機能で、塗りつぶしをしてあげてください。で、塗りつぶしした際に、気をつけてほしいのが、アップしたらわかると思うんですけど、こういうところのね、塗りつぶしきれてない部分があるんですよね。こういうところがあるので、必ずこういう時がある場合は複製等をして、このように消してあげてください。まだ消えてないなーって時はもう一回複製して、はい、こんな感じですね。はい、ここまでできたら OK です。そしたら一番上のこのラインのこの部分以外を全部結合してあげてください。結合。はい、そうするとね、いい感じに、黒い部分がなくなりましたね。先っちょまでね、ちゃんと確認してあげてください。やっちゃってますね、ここ。で、こういうのがある場合はちゃんと複製してあげてください。これで結合、はい、ちゃんとね、全部白に塗りつぶせたっていうのを確認できたら、次はこのレイヤーを色反転してあげてください。で、色反転したら新規レイヤー追加。で、新規レイヤー追加したら、ペンの種類を、ペンハードのまんまなんですけど、太さをね、100ぐらいにしてあげてください。で、色は白のまんまで OK です。そしたら適当に1個、ターンってこうタップしてください。はい、ここまでできましたら次、フィルター。で、ガウスぼかしマックス決定で、下にクリッピングしながらレイヤーの移動で2本の指でこうレイヤーのね、サイズを上げながらって感じです。このように置きましょう。悪くないですね。こんな感じでいいです。なんか全体をこうやるんじゃなくて、こうちょっとだけなんか上から光が入ってるようなイメージでこう置いてあげてください。これで決定です。そしたら結合してあげたいんですけど、結合する前にこいつを複製した上で、結合してあげてください。で、そしたら次、この白のレイヤーですね、こいつこのままじゃダサいので新規レイヤー追加します。で、また下にクリッピングを押して、次はペンの色を白から黒に変えてください。で、黒に変えたら次はペンの種類を、今ペンハードになってると思うんですけど、ペンハードからエアブラシ標準に変えてください。で、太め度もまあ大体、60、80とかそんぐらいでいいです。で、太さはね、まあ適当でいいです。まあなるべく太めで。そしたら下から上に沿ってこうやって、なぞってあげて、あ、これもう太め度マックスでいいですね。ごめんなさい。
このように、やってあげてください。そしたら、まあ、若干疑似エンポス的なものが、仕上がります。疑似エンポスですね、これ言うたら。はい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 、あーし、ちょっとやりすぎましたね。やりすぎた場合はガウスぼかし等で一回薄めて、下にクリッピングしてるところ若干ね、この太め度を薄めて、結合してあげてください。これでね、疑似的なエンポスの完成です。そしたら先ほどね、この複製したレイヤーを色反転して、見やすいように、持ってきます。これもちゃんと中央から外にかけてって感じですね。こんな感じです。で、一回色反転する理由としては、やっぱ黒のまんまやとね、見づらいのでね、これほらもう見えないじゃないですか、移動させても。なので色を反転させて分かるように持っていくって感じです。はい、こうやってね、カーブをかけてあげながらこのようにやってあげます。そしたらここまでできたら決定 OK です。で、また色を元に戻して、新規レイヤー追加、下にクリッピング、ペンの種類をエアブラシからペンハードに変えて、太さは大体100ぐらい、さっきのまんまですね。で、また、ペンの色も黒から白に変えてタップをしてあげます。で、また同じ作業ですね。これをガウスぼかしかけて、レイヤーの移動で2本の指で、次はね、下からこう光が当たるようなイメージ。はい、こんな感じでいいですね。なんかコツとしてはね、こうちょっと下ら辺から光が入ってるようなイメージでやるといいと思います。ちょっとなんかさっき光入れた部分よりかは若干なんか気持ち下ぐらいのイメージでこう光入れてあげるといいんじゃないでしょうか。さっきよりほら若干下から、光が入ってるようなイメージでやってあげてます。はい、 OK です。そしたらこれ結合で、また新規レイヤー追加して、ごめんなさい、これ、本来はね、色を黒にしてあげてください。はい、黒にしてあげて、また新規レイヤー追加してあげたら、これを一番上に持ってあげます。あ、ごめんなさい、新規レイヤーじゃなくてレイヤーの複製ですね。このレイヤーを複製してあげて、色をねちゃんと黒に戻してから、このレイヤーを一番上に持ってきます。次で、このレイヤー一番上に持ってきたら、また色反転して見やすいようにしてあげます。で、次はここ若干被らせるようなイメージで、さっきのラインの端と被らせるようなイメージでこのように置いてあげます。はい、こんな感じですね。で、ここでやるのが、次ここに色を入れてあげます。まあどういう色かっていうと、この作品見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっと細いラインでここに色入ってると思うんですよね、赤色の、これをね次やりたいと思います。で、これのやり方なんですけど、めちゃくちゃ簡単です。まず線を若干細くしたいので、こいつを複製してあげて色をまず反転します。色反転したら下にクリッピングして、若干こうやってずらします。で、これも曲線を描いた感じで、はい、こんな感じですね。下から上にかけて細いから太くに変わっていくっていう感じでやってあげてください。こんな感じですね。じゃあここまでできましたら、もうちょっと上かな、まあこんな感じかな。じゃあ決定をしてあげて、結合してあげてください。で、次色を反転してから白を透過カラーで、また色を反転すると細いのが一つ完成します。はい、こんな感じですね。めっちゃ簡単ですね。そしたら次、こいつの色を自分の好きな色に変えてください。まあ僕とかやったらやりやすいので赤にします。はい、赤にしました。そしたら次、赤にしたらここで明るさをね落としてあげてください、こんな風に。はい、 OK。 そしたらこれ決定をしてあげて、次新規レイヤーをまた追加して、下にクリッピングで、また同じようにタップして、フィルターでガウスぼかし、これもまた一緒ですね。で、ここで一つ違うのが、さっきまではこのままこの2本の指でアップって言ってたんですけど、今回は普通っていうところをオーバーレイに変えてから2本の指でアップ、こんな感じですね。はい、これでちょ若干なんか光ってるようなイメージを醸し出してます。で、これでまだ薄いので、また複製してあげて、濃いちょっとなんか光沢のあるような、下は暗いんやけど中間とかが明るくなってるような鉄っぽい光沢を意識してやってあげます。これで結合、はい、 OK ですね。そしたら次は、まあ僕の作品見てもらったら分かると思うんですけど、この下のね、フレアの部分ですね、この赤色のこのフレアの部分を作りたいと思います。で、これのやり方も非常に簡単なので、覚えていってください。じゃあまず新規レイヤー作ります。で、新規レイヤー作ったらペンをね、太さもうマックスぐらいでいいです。で、こうやって適当になんか、曲線みたいなのを作ってあげてください。ちょっともうちょっと、まあ、あまりねやりすぎも良くないんですけど、
まあ大体こんな感じですかね。イメージとしてはさっき作ったこのライン素材が複製して下にこうずらした時にもう一本ぐらい入るようなスペースを空けといてください。こうやって、うん、こうやってスペース空けてあげといてください。そしたらこれまた黒に戻します。で黒に戻したらまた新規レイヤーを作って下にクリッピングで、次はエアブラシ、またエアブラシでペンの色を赤色に変えてあげてください。そしたらねこれね下に今クリッピングやってると思うんですけど、下から上にさってなぞってあげてください。こうやって、はい、2、3ぐらい、3はちょっとやりすぎたかな、ちょっとね下の方が濃いイメージでこのように OK。 そしたらこれフィルターでこれねちょっとギザギザっぽくなっちゃうのでガウスぼかしで滑らかにしてあげてください。いい感じですね。はい、決定。で次は下からタップ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 、はい、こんな感じですね。でフィルターでガウスぼかし、あ間違った、あーおー、レイヤーが間違えてました、ごめんなさい。またこれ新規レイヤー作って下にクリッピングして、でこう加算発光をかける時のようなイメージでこうやって、はい、 OK です。そしたらまたこれもガラスぼかし、はい、いい感じです。これでライト素材が完成です。まあ若干明るいなと思う方は太めの下げてあげてください。よし、ここまでできたらこれを、また結合してあげて、次また新規レイヤー作ってフィルタースタイル構成内側ですね、アビの、フチッカーとかによくある構成内側を、白色でかけます。で太さはだいたいね、10とか、まあ、こんぐらいの太さになればいいと思います。そしたら決定。で下にクリッピングオーバーレイ、はい、こんな感じにすると、ラインみたいなのができます。はい、これで、結合しちゃってください。そしたらこれもある程度できてますので、一通りすべて、結合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 と、で結合したら複製して、反転反転と、はい、こんな感じですね。もうこれで主な、あの 2D のね主なもう形ができました。あとはね、細かなところですね。次はまた新規レイヤー追加して、ペンの種類をペンハードに変えて、また一つラインを描くので太さをね2ぐらいにしてあげます。で色をね白色に変えてあげて、次はね、よくここですね、この部分の、線を作っていきたいと思います。でこの部分の線は結構ね長めに上からこうやるようなイメージでいいと思います。はい、こんな感じで、もう先っちょも全然こんな感じでいいです。中間ぐらいがちゃんとまっすぐ芯の通ってる、線であれば OK です。そしたらこれを、ある程度ね形を整えてあげます。こんな風に、こんな風にちょっと斜め、はい、こんな感じで、そしたらこいつ複製してあげて反転反転をしてあげて、このクリっていうのをオンにしてあげて、こうやって、戻してあげます。ある程度の位置をこうやって決めたら、まあこんな感じで OK かな。で決めたらこんな感じで OK で、次こいつをね若干、戻してこうやって、三角を作ってあげます、先っちょに。はい、 OK。 そしたら、このはみ出てる部分を消しゴムで、消してあげてください。でこの時はもう消しゴムもねペンハードでいいです。自分が一番消しやすい消しゴムで、はい、消してあげてください。今言うても消すだけなんでね。はい、で次上、で最後ね細かな調整ですね。シュッと、あーおー、ちょっとやりすぎてるねこれ。よいしょっと、もうちょっと細かな調節を、よいしょよいしょ、はい、こんな感じで、まあある程度でいいですね。はい、いい感じにできました。そしたらこれ結合してあげて、また塗りつぶし機能で塗りつぶしを押してあげてください。でね、またさっきほど同様複製、複製複製と、そしたらね黒い部分がなくなりました。でこれ全部結合してあげてください。で結合したらね、これよくあるんですけど先っちょの方がね若干これ塗りつぶせてないので、必ずここはね、自分の手で塗りつぶしてあげてください。ここまでできたらまた色反転してあげます。でここでテクスチャを使います。
やっとね、ようやく今回使う YouTube 素材、あ、これミスです。はい。でこんな風にできたらリピートをしてあげて、ある程度こう斜めに置いてあげます。で置いたらこんな風に、下にクリッピングしてあげます。でフィルターで彩度を落としてあげてください。はい、こんな感じですね。で明度もなんか 10% ぐらい落としてあげてます。はい、そしたら決定をしてあげて、結合で結合したら新規レイヤー追加してフィルタースタイル縁取り両側を押してあげてください。でだいたい今外側が 1% かな、2でもいいかもな、2か1どっちでもいいです。まあ1でいいか。で内側だけ 10% ぐらいで、でそしたら決定をしてあげてください。でまた色反転してあげて新規レイヤー追加、下にクリッピング、でペンの種類をエアブラシ標準に変えてあげて、ちょっとねこう影というか光を入れてあげるようなイメージで、このようにちょっと入れすぎたな。はい、こんな感じで OK です。そしたらこれ結合してあげて複製オーバーレイ、ちょっとねこのオーバーレイつけてちょっと若干な光沢っぽいのを意識してます。はい、そしたらこれ結合です。で結合をしたら次こちらのレイヤーですね、さっきテクスチャーを入れたレイヤーを新規レイヤー追加して、この間にねサンドイッチ状態の新規レイヤー追加をして、フィルタースタイル、今もスタイルになってるんであれなんですけど、構成値側で色を黒色に変えてあげてください。これで、段差を作って影っぽくしてます。はい、これで決定で、下にクリッピング結合で、これいつまた新規レイヤー作ってあげて、下にクリッピングオーバーレイで、なんかちょっと適当に光沢っぽいの、まあできそうやって やってください。こうやって、はい、こんな感じで OK です。なんか中央にこうタップするようなイメージでいいです。こうタタタタタタンって、ちょっとやりすぎたな、あまりにも。やり直します。新規レイヤー追加、下にクリッピングで、タタタでオーバーレイですね。はい、こんな感じで OK です。じゃあこれ結合、はい、でこいつも結合、じゃあ複製反転、反転、はい、こんな感じで、はい、もうほぼ完成ですね。じゃあ結合、もうオール結合、オール結合、はい、 OK です。そしたら次なんですけど、次また新しいテクスチャー持ってきます。こちらですね。でこの、使う部分としては ここですね。ちょっと今やりますね。でこれ置いたら加算発光に仕上げてください。で消しゴムで邪魔な部分消すんですけど、今どこの部分使ってるかっていうと、この青色の下のね白いラインの部分を使ってます。はい、そしたらここら辺まで来たらもうエアブラシでなじませるように消してあげてください。こんな感じですね。はい、こんな感じ、こんな感じ、はい、こんな感じ、はい、いい感じですね。はい、いい感じ、いい感じで複製して反転、反転と、はい、これでいい感じですね。ちょっとあれかな、角度が甘いな、ちょっと角度が合ってないので、これうまい感じに角度を整えてあげます。ここら辺で、はい、こんな感じいいかな、角度も、うん。で上の部分必要ないので、また複製して反転、反転と、はい、こんな感じで OK です。若干はみ出たところとか気になるようであれば、後でエアブラシでこうやって消してあげてください。上もね、同様。消してあげてください。はい、こんな感じで OK です。で、ここまでできたら次、また、新規レイヤー追加をしてあげてください。で、エアブラシ。エアブラシになってますね。で、色を赤色に変えてあげてください。で、若干このね、こっから光が出てるようなイメージを醸し出したいので、ちょっとこっからこう、なんやろ、光がある、よー、みたいな。光出てるんやろほんまはみたいな、そういうイメージでやってあげてください。ちょっと光が強すぎたね。こんぐらいの光でいいっすね、正直。うん、ほんまになんかちょっと光あるんやそこみたいなイメージで置いてあげてください。こんな風に、あ、ちょっと出てるねみたいな。でこいつ複製してあげて反転、反転と、はい、こんな感じで OK です。そしたら結合で、薄いなと思う場合はこうやって複製してあげるだけでいいんでね。複製してまた不透明度若干いじってあげるだけでいいので、はい、こんな感じですね。そしたら次、次、邪魔な部分の光を消してあげてください。こうした時になんかここら辺にね、境界線みたいなのがあるので、こういうところもね、気づいたらちゃんと消してあげるようにしてあげてください。わかりやすいのでね、こういう光っていうのが一番、はい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 
はい、はい、はい、OK です。まあここから光出せたらそれでいいので、ここら辺の光は照明必要ないです。ここら辺とかはなんで、ここはもう積極的に邪魔な部分を消してあげてください。はい、 OK です。でここまでできたらなんですけど、まあ、次僕の作品を見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、若干なんかその青みかかってるというか中央がね、これもやり方めちゃくちゃ簡単なので教えます。まず全レイヤー結合、全レイヤー結合したら新規レイヤー追加をしてあげて、そこに、ブラシペン、標準ペンハンド、ペンハード太さ100で、敵にタップします。でフィルターで、ガウスぼかしで、レイヤーオーバーレイ、オーバーレイにしたらアップしてあげます。このようにね、あーもうゴリゴリアップでいいです。今これと赤色じゃないですか。ここでレイヤーの色変えます。今、赤から、青に変えました。青に変えて、もうねちょっとね水色っぽい青210ぐらいいいと思います。これで決定で、あとはオーバーレイかかったまま不透明度下げてあげてください。はい、そうするとね、ほら若干青いの分かりますかね。こんな感じで青くなってるの分かりますかね、これで。やるとし、こっからちょっと、調整するとしたら明るさコントラストで明るさを下げたりとかしてあげてみてください。こんな感じで、そうするとね、より良くなると思います。はい、これで決定ですね。で最後文字入れ、文字入れなんですけど、まあ何でもいいです。好きな文字使っちゃってください。でちゃんとね中央になるべく置いてください。で周りの白が邪魔なので白を透過します。でもう黒のまんまでいいです。黒のまんま置いてあげて、またさっきと同様新規レイヤー追加してあげて、色をね白色に変えてあげて、タップしてあげて、フィルター、ガラスぼかしで下にクリッピングして、2本の指で上げてあげて、なんかちょっと鉄っぽいようなイメージをね意識してあげてください。はい、 OK です。うん、はい、 OK です。こんな感じでいいかな。若干ちょっと薄くしました。で結合で新規レイヤー追加、フィルタースタイル交差内側で、白で決定、下にクリッピングオーバーレイトで、ちょっと明るすぎる場合はねこのように不透明度いじって若干あるよぐらいのオーバーレイしたよみたいな感じでいいです。そしたら最後、またこいつ複製してフィルターで色調節で線画色変更真っ黒にしてあげてください。で複製した下の方のレイヤーですね、今これ2個あると思うんですけど下の方のレイヤーを真っ黒にしてあげてください。そしたらフィルターでガウスぼかし、はい、これでね若干影作りました。影が濃いなーと思う方は若干こうやって薄めてあげてください。こんな感じですね。もうこれ結合しちゃいます。結合してもうあとは位置を調節したら完成なんですけど、完成の前にもう一個ねテクスチャがあると思うんですよね。今回共有してる素材にこの上の3つのこれですね、これをこう貼ってあげて加算発光を押すと、はい、光のラメラメができます。めっちゃ簡単ですねこれ。はい、これであとは PNG 保存完成です。でまあこっから細かいことがある、まあ、やるとすれば、ピクスアートで CC かけるって感じですね。で僕 2D やるときのピクスアートの CC なんですけど、カラーの整え方なんですけど、ロマンっていうエフェクトがある、エフェクトっていうかまあフィルターがあるんですけど、ロマンだけでいいです。もうこれだけでいいです。これをフェードでこれがない状態なんですけど、自分が一番いいなと思うタイミングで止めてください。まあ俺75ぐらいかな。で編集保存、まああとやるとしたら何やろな、 HDR、少しかけてもいいと思います。リアリティ出るので、はい、こんな感じで適用で次へ、バッテン、写真、はい、これで完成です。最後ねこの上に今保存した画像を、比較対象として置いてあげると、まあほんまに気持ち程度ですね変わってんのは。ちょっと気持ち明るくなったよぐらいな感じです。はい、今回はこんな感じで 2D ヘッダー作り方解説していきましたが、どうだったでしょうか。まあ非常に簡単ですね。もう右半分さえ作っちゃえば、反転しておくだけなのでめちゃくちゃ簡単です。はい、で一つちょっと俺ミスしたとすればここですね。
必ずちょっとこれ作るときに気をつけてほしいんですけど、この赤のレイヤーのこの隙間の黒なくしてください。なので必ず赤のレイヤーをこう黒のレイヤーにこうちゃんとここかぶせてあげてください。ここ申し訳ないです、これミスです。普通にこれはちょっとやってる最中に気づかなかったです、ごめんなさい。ここはね必ず、赤のレイヤーをかぶせてあげるような形でカーブさせておいてあげてください。あまりにもねちょっと上のここばっか気にしすぎちゃって良くない感じになりました。あと今アップしたら分かったと 思うんですけど、この切れ目が残っちゃいました。これも良くないので、作ってる最中にもし気づいたのであれば消してあげてください。ということで以上で、今日はここら辺で終わりたいと思います。よかったらねまた、なんかコメントをくれたら嬉しいです。ということで皆さんお疲れ様です。バイバーイ。